ああはい、えー、それでは始めさせていただきますよろしくお願いいたしますえー、PHP の関数実行とその計測、えー、まずは、えー、自己紹介から、えー、こういうものです、えー、普段は株式会社インフィニットループの仙台支社でスマートフォンゲームのサーバーサイドプログラマーをやっています会社ブログで多分月間 PHP ニュースというのをやっていたのですが えー、月間って割に最近出してないので、えー、そろそろ3月、4月、5月、6月、7月、学期併というのを出さないといけないかなという気持ちでいます。聞いたで PHP マスターチェンジという PHP 処理系のマスターブランチへのコミットについてできるだけ注釈をつけるというのをほぼ毎日やっています。えー、生生ままれもも育育ちも先代育ち代ですん、まあ、いいやはいえー、学生時代は学時にいました PHP 歴は6年くらいで、元は趣味で C 言語を少しやっていました PH。PHP の処理系が C 言語で書かれている関係で、今回の話は若干 C 言語臭い話になる部分があります。会社の方はこんな感じの会社です。札幌が本社で仙台に支社があるので、何か機会があればぜひ遊びに来てみてください。さて、本日お話しする内容です。 一つは PHP の関数実行の仕組みについて、もう一つはその性能計測について PH。PHP で関数というのは、プログラムに行わせる一連の処理のまとまりです。まあ、ざっくり言って、こんな感じのものですね。まずはこのコードが処理系によってどういうふうに実行されているかの話からです。 PHP の関数実行の仕組みについてこの中に全動エンジンというのを聞いたことがある方はどのくらいいらっしゃいますでしょうかおおたくさんいるありがとうございます、えー、では全動エンジンが何のことか雑になんとなく分かるという方はどのくらいいらっしゃいますでしょうかへ,ーへーった <laughs> あいつは名前ばっかりでけえなはいというわけで、えー、ありがとうございますえー、っとですね 全ドエンジンは PHP の公式処理系のコア部分です PH。php.net で配布されているいわゆる公式処理系です。かつて PHP4 の頃にゼーブさんという人とアンディさんという人が中心となって PHP3 までの処理系を大きくリニューアルしました。彼らの名前から2文字ずつ取って全ドエンジンと処理系のコアが名付けられました。全ドエンジンはざっくり言ってバイトコードコンパイラとバイトコードを実行する VM 仮想マシンからなります。 バイトコールというのは仮想マシンの命令です。オペコールとも呼びます。PHP コードが実行される際、Zend エンジンのコンパイラが、えーがコードを ZendVM のオペコードの列にコンパイルします。ZendVM がこのオペコードの列から一つ一つ命令を取り出し、対応する処理を実行していきます。大体こんな感じの図になります。実行部分をもう少し細かく見ると、大、え、体、ー、だいたい こんな感じの図になります、えー、オペコードの列、VM の命令列を全 e n d ではオプアレイと呼びますオペコードの配列なのでオプアレイですオプアレイは関数ごとに作られます PHP コードをコンパイルした結果オプアレイが作られて VM が一つ一つ命令を取り出し各命令に対応する C 言語側処理であるオペコードハンドラというものが一つ一つ実行,実行されていきます PHP っぽい疑似コードで表すと、大体こんな感じの流れになります。オプアレイからオペコードとオペランドを取り出して、オペコードに対応したハンドラを取り出して、その処理を呼び出します。なお、オペランドというのは命令にくっつけるパラメータです。例えば足し算、1たす2を表すコードがあるとして、足す、アッという命令に対応する1と2というのがオペランドです。 実際の処理系は最適化のためオペランドの種類に応じて特化したオペコードハンドラーがあったりともう少し複雑ですが概念的にはまあ大体こんな感じの流れです PH。PHP スクリプトがどうにかして仮想マシンの命令列に変換されて仮想マシンが命令列を実行していくというのが今のところの話の流れです。その PHP コードがどう仮想マシンの命令に変換されるかというコンパイル処理についても少し駆け足で説明します。 ままず、大まかな流れです。PHP のソースコードは最初に軸解析と呼ばれる処理で言語の規則に従った単語みたいなものの集まりへと分解されます次に公文解析と呼ばれる処理で字面として言語のルールにちゃんと乗っ取ったプログラムになっているか正しい文法で書かれている感じがするかというのを判定し,てま,判定します同時に抽象公文義 a s t と呼ばれるデータ構造をメモリ上に構築し行動生成と呼ばれる処理がこの a s t をてっぺんから解釈しつ,つオプアレーを構築していきます それでは各段階についいててもう少し細かく見ていきます。軸解析というのはプログラムのソースコードを軸というものの集まりに分類し分解することですさっきの PHP コードをもう一度ここで使いますこの PHP コードのそれぞれの部分はこのような形で軸に分割されます公文解析の処理はソースコードの先頭から軸を取り出していって決められた公文規則に当てはめることができるか PHP コードとして正しく書かれているかというのをチェックする処理です 公文規則の定義には BNF という記法が使われています。ざっくり言って、左側にルールの名前、右側にその構成要素と並び方が書いてあるような記法です。関数定義に関する公文規則のみを処理系のソースコードからはしょつつ抜粋します。トップステートメント、つまり小なり派てな PHP から始まるトップレベルの PHP コードを指すルールがあります。その中ではファンクションデクラレーションステートメント、つまり関数定義を書くことができます。 まあ今回あの関数定義に関する部分抜き出しているからなんですけれどもえ関数定義はファンクションから始まり参照を返すかどうかのアンド関数名と続いて引数をくるカッコがあってパラメータリストつまり引数リストがありますその後波カッコがありインナーステートメントリストつまり関数の中身の分のリストがあってというふうな構造になっていますこのパラメータリストとかインナーステートメントリストという,かいうのにも同様の形でルール定義があります このルールはこういう内容からなって、そこに出てくるこのルールはこういう内容からなってというのを繰り返していくと、最終的には軸解析で切り出されるような言語の軸の集まりだけは残るようになっています。公文規則、まあなんかこんな感じにずらーっとだらーっと書いてあります、ルールが、所持権の中に。さっきの軸解析結果に公文規則を当てはめてみると。 大体こんなな感じになります。構文解析の処理はこのようにプログラムへ構文規則を当てはめてコードが正しく書かれているかというのを判定する処理となっていますこれは軸のすからプログラム全体を表す構文規則へ収束していくある種のツリー構造を構築することができるかを確かめていくような処理となっていますコードのこの部分はこういう構文規則の一部でまたその部分は別の構文規則の一部で またそれが別の公文規則の一部でという入れ子構造のデータからツリー構造を導き出すのは日頃から入れ子構造の HTML と DOM ツリーの間を行ったり来たりしてきた PHPS 界の皆さんには案外馴染みのある話なんじゃないかなという気もします、えー、公文規則をソースコードで当てはめることで作ることのできるツリー構造を具象公文義と呼びますコードを正しくツリー構造で当てはめらられるなら コードの各部分がどういう役割と対応しているかの分類がそこそこできている状態ということにもなります実マシンや仮想マシンで実行するコードを生成する際この情報を使えると便利そうです具象公文,公文義からード生成に使える情報だけを残したものを抽象公文義アブストラクトシンタックスツリーとか AST とか呼びます PHP の構文解析処理はこの AST の生成をプログラムの構文上の正しさの検証と同時に行っています だいぶすっきりします、えー、最終的にコンパイル処理は AST を上から順にたどってオペコードを生成していきます。これは先ほどの AST から関数の定義部分のみを抜き出したものです。これが、えー、こんな感じに処理されます。まず全度コンパイルトップステートメント STMT という関数が処理系内で呼ばれてこれがトップステートメントトップレベルのコールと対応します。 全動コンパイルトップ STMT は AST のコノードをジングルにたどって全動 AST ファンクーデクルつまり関数定義と対応するノードがあれば全動コンパイルファンクーデクルという処理系内の処理を呼び出しますそこで新たなオプアレイを用意したり処理系内部の関数登録表へそのオプアレイを登録しますその後 AST のコノードからさらに引数リストや処理本体と対応するノードを取り出して 全度コンパイルパラムスや全度コンパイル STMT といったそれぞれのノードを処理するための関数を呼び出していきます。こうして少しずつオプアレへオペコードを詰めていきます。左下の方に一つずつ詰めているのがオペコードですね。で、えー、今回のコードは結果としてはこんな感じのオペコードになります。さて、えー、このようにして PHP のソースコードがオペコードの配列へ変換されるわけですが、 先ほどの説明でちょっと触れたように、このオペコードの配列数、オプアレイは関数ごとに作られます。では関数提言の中にない PHP ファイルのトップレベルのコードはどうなるでしょうかこれについては、ファイルを読み込んでコンパイルした直後に生み出す擬似的なメイン関数があるかのように独立したオプアレイへコンパイルされます。まあ、なので大体こんな感じのイメージです。あのないけどメイン関数みたいなものがあるような扱いになっている。 まとめるとこのようになります。トップレベルの擬似メイン関数のオプアレイがあって、そこから呼び出す関数にはさらに別のオプアレイがあります。当然、さらにそこから呼び出す関数にも独立したオプアレイがあります。関数呼び出し命令で VM の実行は別のオプアレイへジャンプして、リターンすると呼び出し元へジャンプするというような形になります。こんな感じで関数ごとにオプアレイが存在します。 さて、ここまで説明したところで、改めて先ほどの PHP コードの PHP コードのコンパイル結果をもう一度見てみます。トップレベルのコード、を疑似面関数は、i n i t f c s u m という命令から始まり、sendval1 と sendval2 が続き、d o f c return で終わります。関数 sum では、receive という命令が2つ続き、その結果を add という命令に渡した後、さらにその結果を verify return タイプに与え、リターン命令に渡します。 dofcall というのが関数を呼び出すつまり VM の次の命令実行を別のオープンアレイへジャンプさせる命令で add が2つのオペランドの加算結果を出力する命令で verify return タ,タイプが返り位置の型検査を行う命令だということは命令の名前からなんとなく分かりやすいのではないかと思います少し分かりづらいかもしれないのが initfcall と s e n d w レ r e c e i v e ですこれらは VM のスタックに関する命令ですは実マシンのスタックと別に、 VM の実行状態を保持するためのスタックを別に持ちます、えー、使っているうちに確保したメモリ領域が足りなくなったら新たに確保して単方向リストでつなぐという形で管理されています VM スタックには関数の呼び出し状況や変数など VM の実行状態が保持されています VM スタックには関数の呼び出し状況をさっき言ったわ、えー、<laughs> 関数が呼び出されるたびに i、えー、ニット F コールの実行によって この VM スタック内へコーールフレームと呼ばれれる領域が確保されますで、そのコールフレームというのが大体こんな内容です。コールフレームの先頭には、全度エグゼキュートデータという実行中の関数やオペコード、リターン先を得るための呼び出し元コー,コールフレームへのポインターなどの情報を持つ構造体があります。続いて、その関数の引数用のメモリー領域、変数や一次変数用のメモリー領域がコールフレーム内に確保されます。 関数の呼び出し側はセンドバル命令でこのコールフレーム内の引数用の領域へデータをコピーし呼び出された側はレシーブ命令で引数用の領域から値を取り出して必要な型検査をこのタイミングで行います改めて PHP コードがコンパイルされるタイミングからの流れをまとめるとこのようになりますコマンドラインなら起動時に与えるファイル名で ウェブなら Web サーバーがアクセスされた URL に対応するパスを与える形で処理系へ実行する PHP ファイルが指示されます。まずソースコードを ZendCompile という内部処理でコンパイルし関数ごとのオプアレイが生成されます。ZendExecute という処理が ZendExecuteEx という別処理を呼び出して擬似的なメイン関数に対応するオプアレイ内の命令を VM が順繰りに実行していきます。もしそのオプアレイ内で インクルードはエ r e という PHP コードのインクルードやエ v a に対応する命令が実行されたとするとそのタイミングで別の PHP スクリプトが読み込まれコンパイルが行われますそして読み込んだファイルに対応する疑似的なメイン関数もやはり実行されますとそういう感じにスクリプトの処理が進んでいきます処理系がその時々でどういう状態にあるかどのオペアレのどのオペコードを実行しているのかという情報は エグゼキューターグローバルズという構造体に格納されています。VM のすべての実行状態を取得できる非常に重要な構造体です。エグゼキューターグローバルズにはシンボルテーブルや関数テーブル、VM スタックへのポインターといった情報があります。カレントエグゼキュートデータという構造体へのポインターをフィールドとし,ドとして持っていて、これを通して実行中の関数、そしてそのオプアレイのどこを実行しているかといった情報が得られます。 ポイント先は関数呼び出し時に VM スタックのコールフレーム先頭へ確保される構造体そのもので関数呼び出しやファイル読み込みで実行中のオプアレイが切り替わるたび都度更新されます。ZendVM が命令を実行していくに従ってこれらの情報がメモリー上で都度更新されていくわけです。ここまで話してきた Zend エンジンの動作は拡張を通してある程度カスタマイズすることが可能です。 例えば先の話に出てきた ZEND COMPILE、ZEND EXECUTE EX といった処理は処理系内部では関数ポインターになっており、拡張からその実装をフックして差し替えることが可能です。標準のコンパイラが ASD を構築した後のタイミングには z e n d a s t プロセスという関数ポインターが呼び出されますし、えー、特定のオペコードに対応するオペコードハンドラを差し替えるようなこともできます。このように拡張から内部処理をフックできるポイントはいくつかあります。 実際に X デバックや OPCache といったそういう拡張はこれらの処理を目的に応じて差し替えることで機能しています。z e n d ゼ e x e c u t e e x を復活すると例えば PHP の全関数呼び出しの前後へ時間計測処理を挟み込んで差分を記録していくという拡張を作ることも可能です。以上少し掛け足でしたが ZendoEngine ンンにおける関数事項の捨れ方について説明をしてきました。 全ドエンジンにおける関数実行の仕組み、なんとなくのイメージはできましたでしょうか ?PHP のソースコードが軸に分解され、構文が検査されるとともに AST が構築され、関数ごとオペコードの配列でコンパイルされます。VM が一つ一つオペコードを取り出し、Executor g l o b a l s や VMStack といった内部状態を更新しながら動作していきます。そしてそれらのコンパイルや、えー、VM の処理の一部は、拡張を通して差し替えることができます。 残った時間で PHP コード関数の実行性能はどのようにして計測できるかというお話をさせていただきます。というわけで PHP 関数の実行速度を計測する方法について、まあ、趣味はですねあのお仕事でですねあのプログラムの高速化をしようというお話があったとします、まあ、例えば PHP のファミコンエミュレーターでマリオが 6fps しか出ないからちょっと 60fps を目指してみようとかですね まあそういうい話があります。このとき、とりあえず何をすればいいか分かりますでしょうか、はいえーまあ、とりあえず計測しましょうと。まあ、誰がこんなあの親父ギャグみたいなうまいこと言ったのか全然分からないんですけど、絶対日本人だとは思うんですけども、も、うん、うまいこと言ったもんですね、はいえー。システムの中で特に遅くて他の足を引っ張っているような部分をそのシステムのボトルネックと呼びます。ボトルネックを見つけ出し、遅くなっている原因を取り除い,取り除いてやることで、 効率的にプログラムの性能改善を行っていくことができますボトルネックを見つけ出すには計測が必要です先のまあ先からずっとこのコードなんですけど先のコードを使い回し関数差の実行時間を計測してみます実行前にユニックスエポフからのマイクロ秒で現在時刻を取得します実行後同様に時間を取得して実行前の値との差を取ります これは PHP プログラムを計測する際の非常に原始的な方法です。このやり方にはいい部分、悪い部分もあります。例えばいいところは、追加のライブラリやツールのインストールがいりません。また、大体、例えばあの、大体コントローラーの処理が実行される前までとか、あの大体ビューのレンダリングを開始,してから開始してからリクエストが終了するまでとか、任意の区間を対象にして計測を取ることができます。 DB アクセスやキャッシュアクセスなどの共通コードに仕込むことでそういうなんかフレームワークとか使っている場合の実行時間の大枠をつかめるようにもなりますただしこの方法では計測箇所ごとにコード修正が必要です細かく見た時にどこはボ,ボトルネックになっていそうかなというのを推測したり,たり外れた時や、えー、回収の過程でボトルネックが変わったりした際には人力二分探索をしてですね まあ計測感を変えながらの計測を繰り返すという必要が出てきたりします。DB アクセスがボトルネックの場合は、えー、クエリを実行する共通コードへ時間計測を仕掛けて、クエリごとに実行時間を記録することで、性能改善に取り組むこともできます。が、例えばのボトルネックが PHP コード側にある場合にですねあの、うん、このアライマップが遅いんだろうかっていう感じにですね、あの見るものすべてが容疑者に思えてですね、まあ、どこに時間計測を仕掛ければいいのか分からなくなってしまいます。 ここでプロファイラーを使うことで人力で行動を修正して都度都度時間計測処理を仕込むことなくほぼ無修正のプログラムをいい感じの区間で計測することができます。プロファイラーは性能解析のためのツールです。プログラムの各処理の実行時間を収集し統計情報を出力します。PHP には大きく分けて2種類のプロファイラーが存在します。1つは関数呼び出し複方式、もう1つがサンプリング方式です。 関数指出し復方式って結構言いづらいので、方式で読みます。それぞれ特徴があって、このセッションの前半で説明した Zend エンジンに関する知識が少しだけあると理解が若干簡単になります。それではまず復、復ッ方式の話から始めます。Zend エンジンについての説明の最後の方で、ZendExecuteEX、つまり o p ア a 内のオペコードを VM に実行させる処理は、 処理系内で関数ポインタとなっており、学長から差し替えることができるという話をしました。この前例エグゼキュート EX を差し替え、まず開始時間を開始時刻を取得し、元々の前例エグゼキュート EX のオペコード実行処理を呼び出して終了時刻を取得してその差分を記録するという先ほど説明したその通りの処理へ差し替えます。全関数呼び出しの実行時間が自動的に記録され 指出しのどの部分で何から呼ばれたときに何に処,処理時間がどれだけかかったかということがほとんどすべて把握できるようになります。これがよくある複方式のプロファイラーの仕組みです。複方式のプロファイラーはいくつか存在しいずれも処理系を組み込んで使う C 言語拡張として提供されています。デバー化の X バックについているものも複方式ですし XH プロフや XH プロフから発生したタイドウェイズ、ブラックファイヤー、SPX といったプロファイラーも,もあります。 この中で特に他への影響が大きいというのは XHPROF なので、とりあえず XHPROF についての話から始めます。XHPROF は Facebook 製の拡張です。基本的な動作原理は、先に複方式のプロファイラーの仕組みの例として話した通りのもので、全関数呼び出しを複製するものです。OSS として公開されていたことで、後に Blackfire、Tideways といった他プロファイラーへ発生しています。 XHProf が出るまでは XDebug が唯一の PHP プロファイラーでしたが XDebug のプロファイラーは尋常でなく重くて一方こちらはあのたまに動かす分には本番環境でさえ使える軽さというのが、まあ、そのあたりがこの XHProf の売りでしたしかし Facebook が HHVM へ移行して z e n m の VM を捨ててしまったことで p h p なのをサポートしないまま破棄されてしまいました XHProf はこんな感じにブラウザからプロファイル結果を見ることができます 綺麗にあれに、ね、ファミコンの処理がファミコンエミュレーターの処理が継続取れてますね、えーまあ、こんな感じにブラウザからプロファイル結果を見ることができます標準ではファイルへプロファイル結果を吐き出すのですがデータベースへ蓄積したプロファイル結果を見るためのサー,ドサードパーティーのビューアもいくつか存在します、えー、コールグラフとかも見れます赤いのがやばいやつです x h p r o f から派生したプロファイルの一つに t i d e w a y s というプロファイルがあります。t i d e w a y s は XHProof 派生の拡張と PHP 側から利用するクラスライブラリ s a s のセットです。拡張側は元は x h p r o f へ区間計測機能のような新機能を追加したオープンソースのものでしたが、後にゼロからコードが依頼とされて、同時に拡張のコードもクローズドソースになっています。しかし t i d e w a y s 本体の拡張はクローズドソースになってからも、 XH プロフ互換機能のみを切り出した t i d e w a z e x h p r o ロ f というのが OSS として公開されています。t i d e w a z e x h p r o ロ f は PHP7.3 にも対応しており、XH プロフ互換の無料で使えるプロファイラーの中では特によくメンテナンスされているものです。中のコードは元の XH プロフよりもずっと綺麗ですし、性能も元の XH プロフよりも良いです。SaaS の t i d e w a y s は大体こんな感じです。 x h プロフのやつと全然違うと思うんですけど、これはタイルーズのほうで追加している独自機能でして、まあ、x h プロフの機能と別に、こういうなんかあの区間データをずっと蓄積して記録していって、まあ、それであの視覚的に表示するみたいな機能もついています。なんかこれ、x h プロフの形式の計測よりも計測負荷も低いらしいので、まあ、なんかあの要件とかコスト感があればです、ね、あのぜひ SARS のほうを契約してです、ね、あの買い支えてあげてほしいと思います。えー OSS の拡張の方はまあこんな感じですね p。p h p x h p r o f x t e n s i o n とかっていうですね名前でえと公開されています。これらはフック型のプロファイラーに共通しているのは計測時のオーバーヘッドに注意する必要があるということです。例えば、ZendEngine には ZendExecuteEX が拡張によってフックされている場合に限って無効になってしまうという最適化があります。また当然、 実行時間を取得して記録する処理自体にもわずかながらオーバーヘッドがあります。関数本体の実行時間が長い場合には誤差でしかないようなものなんですが、これらがほぼ固定時間で全ての関数呼び出しにかかるというのが問題です。これなんかもう少しヤバそうな差にしておけば良かったっていう気持ちはあるんですが、とにかく、えー、一つ一つの実行は高速であるような関数が何万回も大量に呼び出されることを考えてみてください。 実質問で計測負荷が大きくき大きく効いてくることになり、何なら本体の処理よりも計測負荷の方が大きいような条件状況になってしまうこともありえます。本当は大した時間のかからない早い処理なのが出し回、呼び出し回数が多いばかりに計測負荷の分で遅く見えてしまい、本来のボトルネックを隠してしまうことさえありえます。呼び出し回数に応じて計測負荷が各関数に対して非対称な影響を与えてしまうというのは、 フプロファイラで広一応なんかあのフックする範囲を絞るっていう方法が一応あるんですが、えー、来年冬にリリースされる PHP8 にはジャストインタイムコンパイラーが導入されることが決まっています CPU 負荷の高いそれこそ速い関数が大量に呼び出されるようなユースケースも今後ある程度増えていくのではないかと思います ジットはあの Io バウンドの処理にはあまり関係ないんですけども PCP コード自体は速くなってですねまあなんかさっき言ったようなあの計測負荷との割合のモデル問題が出るんじゃないかというのとあと VM の実行方式が結局中身で変わってですね全度エグゼキュート EX フック効かなくなるかもしれないんですねただ一応そういう場合でも AST 操作でですね完成日差しの前後に自動的にあの計測処理を挟み込むっていう拡張を作る手があるのでフック自体はまあできるっちゃできるんですけれども まあなんかオーバーヘッド問題は結局なんか避けられないんだよなという問題があります。で副方式についてのまとめです。あらゆるいは関数呼び出しを計測可能で計測する箇所ごとに計測コードを差し込まなくても使えます。ただし計測対象を大量に呼び出す場合は計測オーバーヘッドが大きくなってしまいます。多めのあようなど1回当たりの実行時間が長い、えー、分かりやすいボトルネックがある,ある場合には非常に便利です。 複型の問題を解決できるのがサンプリング方式のプロファイラーです。計測対象と並行動作するプログラム,グラムによって VM の実行状態をサンプリングして監視します。エグゼキューターグローバル,バルズから実行中の命令値などの内容を定期的に読み取ってよく実行されている箇所が重い箇所というふうになります。サンプリング方式のプロファイラーは今のところあまり種類がありません。 知る限りではサンプルプロフ、そして PHP スパイ、それにクラックジョーさんという人が作ったトレースというものがあります。今回はこのうちサンプルプロフ、PHP スパイを順に取り上げます。サンプルプロフは複型のプロファイラーと同様 C 言語拡張として作られています。複型プロファイラーは関数レベルの解像度でしか計測を取れませんが、サンプルプロフではソースコードの行レベルでコードのどの辺りが頻繁に実行されているかを計測することができます。 内部ではプロファイルの開始時に P スレッドをクリエイトでスレッドを起動し指定したサンプリングレートで計測スレッドが VM の内部状態を監視するようになっていますスレッドはメモリ空間を共有するので別スレッドから普通にエグゼキューターグローバルズが読めるわけですまた PHP スクリプト本体の処理と別スレッドで計測スレッドが動くということは CPU コ,コアが余っていればあまり本体の処理に影響を与えずに計測が取れます仮にコアが余っていなくても OS がいい感じにスケジューリングしてくれる限り 少なくとも計測対象の関数が早く多く呼ばれる場合の負荷の非対称性は生まれませんサンプルプロフはそれで動く C 言の拡張なのである種のなるほど感がありますまあ動くだろうなという感じがありますサンプルプロフと違ってあの頭がおかしいことをやっているのが、えー、PHP スパイです、えー、PHP スパイ,スパイは、えーとですね、あのスタンドアロンの C 言のプログラムなんですね あの普通に実行ファイルなんですね。PHP の拡張ではありません。まあ、どういうことかっていうと、ですねこんな感じで,ですねあの左の方でえっ、ー、で PHP のスクリプトをあの無限ループする、無限,無限じゃないけど、あのしばらく長いことスリープしまくるようなスクリプトを実行して、でそのプロセス ID をしてコマンドに指定してやると、なぜかあのプログラムの外から PHP のどの関数が実行されているかがあの定期的に出力されるという。 あのもうパッと見で見て意味がわからないという感じがしますと。PHP スパイはですねあの各バージョンの PHP 処理系のエグゼキューターグローバルズなど構造体のメモリーレイアウトについて自前で情報を持っています。プロック PID マップスとか PHP バイナリーの,あのエルフヘッダーとかの情報を読み取ってですねあの強引に各構造体のアドレスを特定してプロセス VM リード V で読み取ってですね、まあ、勝利の V って感じがしますね。 あの完全にプロセス外からあの VM の実行状態を解析します、えー。各関数の実行性能を読み取れるばかりか、実行中のスクリプトの変数の値を覗き見ることさえできます。それも拡張のインストールとかスクリプト中でのあの計測の開始処理とか一切必要としないでできます。完全に暴走状態のプログラムの中身とかは見れます。まああの中身的にはこういうあの非常に怪しいことをやってるんですね。 あの一生懸命、プロックのマップ数とかプロックのなんかのエグゼとかからですねあのベースアドレスとあの相対アドレスを取ってですね一生懸命このエグゼキューターグローバルズどのメモリーアドレスにあンんマお前のプロセスに流れって言ってですねでそれであの発見したこれだって言ってですねあのちょっとお前そのアドレスのデータ俺にくれよって言ってですねあのコピーしてくるためにあの各 PHP バージョンの,あのヘッダの内容をですねあの自前で持っているという。 非常に頭がおかしいとでこの頭がおかしいのはですねもともと Ruby で同様のことをやっていく RB スパイというのがあってあそれのパクリだそうです RB スパイを作った人があの超楽しそうにですねあの外人なんですけど解説をしている動画があるので俺英語わかんないけどあの楽しそうに喋ってるのが見てて面白かったのであの興味のある方はぜひネットで探して見てみてください <laughs> えサンプリングプロファイラーについてのまとめですサンプリングプロファイラーは継続対象の処理に影響を与えずに 性能解析を行うことができますサンプリングのためサンプリングレートによっては取りこ,と取りこぼしてしまう関数実行もありすべての呼び出しを確実に記録してプログラムの実行のされ方を観察するという使い方には向きません大量に生み出される関数でも計測オーバーヘッドの蓄積が起きずどの辺りがボト,ルネックになボトルネックになっていそうかという点については比較的正確なイメージを得ることができますえー、以上です、えー、少し長い話になってしまいましたがご清聴ありがとうございました Thank you.